骨持ってる人。骨持ってるけど、いや、狼今じゃねえだろ、絶対。頼む、今しかないんだ。いや、どうせ死んでもいいから、とりあえず。え？いる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 。あ、ちょちょちょ、匠いるよ。匠うわ。インタキ。ノールック。ノールッククリッパー。さすがに無理。あ、火登った。これちょうだい。動くぞ。行くぞ。骨くれよ、頼む。骨くれよ、一瞬だから。前の骨あげるな。前の骨あげるぞ。あ、クリッパー。前の骨あげたらパニックになるから。おかしいだろ。そういうこと。骨骨骨骨ってなる。骨骨骨。今合ってるわ、そうやって。骨骨ザウルス。痛い。骨骨ザウルス。昔買ってたわ。僕も買ってた。シークレットを探してた。奇遇だな、俺も出せば。うるせえ。黙れ。うざ。帰れ。え、どうすんのじゃあ。どっか方向転換する。そう。多分左もさ、あれじゃん。山、海、水、海じゃん。うん。あ、右じゃね？湖行こうぜ。そう。右行こう。右？俺なんか今住んでる方向から行って右ね。そう。うん。みんな来てる。いや、ブルックはもう前に。いてあ、ちょ、やばいよ。え、どうしました？おっしゃ。そんな必死にサボテン壊さなくても大丈夫。壊してどうすんだよ。危ないから。だったらお前砂漠中のサボテン駆除してくれよ。そういう話になってくるから危ないからサボテン壊す。極端な話だ。極端な話。わあ、出た。出た。めっちゃ極端な話じゃん、それ。砂漠のサボテン全部壊すとか。やべえ。極端ですね。いや、違う。え、どこにいんの今。え、なんか、み、え、あ？サバナで俺ら今。なんか見つけちゃった。え？何行くか。やべえの。イリアンのとこ行こう。行かね、とりあえず。こっち来て。何やったんだろうね。なんだろうね。新しい要素かね。え、わかんない。なんか、でも見たことない何か。ベッド。え、どこキリアン？マジで。え、戻って。戻ったよ。いたわ。あっ！あれ、バグだな。バグで戦った。え、警告じゃん。え？あ、ほんとだ。え、あそこの砂漠の少女にです、誰？あ、そう、それ俺。いろんなとこ起こりすぎ。待って。警告。見てよ、あっち。何あれ？中の警告こっちでました。やばくね？やばくね？でも、ダメージは食らってる。やばい。なんだあれ。ちょ、早く来て、やばい。まさかあれは。あれか。あれだよ、まさか、あれだよ。え、向かいくわ。このロバ警告に置いてっていい？もういいよ。それはいいよ、違うかい。俺鉱山？ロバ捨てた男。さあ、ちょっと持ってこい、これだ。嫌だったな。行ったわ。お前、まだ行ってないし。ちょっと待って。俺、こっから見えるぞ。あ、ほんとだ、なんかある。ちょっと待って。あるぞ。ちょっと待って。ちょ、イルカいる。見える、ほら、見て。行こうぜ、イルカのとこ行こうぜ。イルカに会いに行くか、とりあえず。行こう。ゴー。熊を見ないといけないまずは。イルカはイルカ。いなくね？あ、いた。いたー。やっほー、イルカさん。めっちゃいね。めっちゃいる。群れだ、群れ。イルカの群れだ。あ、なんか右上に出てる。お前ら気をつけないと敵するから油断する。え、なんか右上にイルカマーク出るんだけど。本当だ。ドルフィンズグレイス。本当だ。一緒にあげるよ。イルカってどっかに連れてってくれるんだっけ。え、何あげればいいの。魚だったかな。そもそもさ、あの、こっちじゃなくてさ、もう一つあるんですか。確かにね。イルカに行かれちゃったね、ちょっと。イルカ置いとこいったん。イルカ置いといて。あ、イルカついてきてる。ついてきてるよ。え、すげえ。待って、移動速度速くなってね。イルカと泳ぐ。あ、そうだった。呼吸もあんじゃないの。あ、呼吸しようか。あ、飛んだ。おー、ジャンプした。ジャンプしてる。すげえ。すご。ドルフィン仲間じゃん。本当だ。泳ぐ速くなってる。華麗にスルーされてる。さあ、来ましたよ。めっちゃいいじゃん。新要素。泳ぐの早すぎて。あ、やば。新要素、来ました。来ましたね。すげえ、木材手に入り放題だ。船ですね。船。それはできるんだよな、ところでも。そういう感覚しかないんだよ、俺ら。沈没してるね。え、でもこれ、なんもなくね。え、もうほんとにさ、俺いいよ。結構、言い出したら死ぬよ、これ。これ、言い出したら死ぬな、普通に。確かに。全然壊せない。ドア使えないでしょ、もう。ちょっと待って、全然壊せないんだけど。ちょっと待って、これ、普通に攻略しんどくね。いや、これ無理だな。ああ、なんかチェストあるよ、チェスト。マジ？来て。せーのとかやってる余裕ないしな。じゃあ、せーの、はい。
待って待って。あ、イルカさん。いる？何やった？待って待って待って、ゴミしかない。ビビった。ビビった。イルカいない。どこ行った？待って待って待って。なんだこの。臭いじゃがいも違う。何やった？臭いじゃがいも。青くなったじゃがいも。まあ、こん中にあったら腐るわな。そりゃそうだね。なんかそれだけそれたダミーでダミー。いやそうなんか3つぐらいあるらしいんだよ。マジ？これ呼吸続かんて。それで。あ、空気穴できた。マジ？最強じゃん。どこどこどこ。テストのとこ。あ、俺もできた。ここ1個できたわ。ここを拠点に取ってこう。どこどこどこ。あ、来た。これ最強じゃん。ここ最強じゃない？ここ最強。あれ大丈夫これなんか水が流れてきたら全員死ぬみたいな。狭すぎ、狭すぎ。なんかもう、命かけてるな、マジで。大丈夫、大丈夫、大丈夫。こっちの方なんかありそうだよ。ちょっと、ストラップドア壊した瞬間に全身戻る。終わりじゃない、これ。全身戻る、これ。え、怖っ。ドアがある、ドアがある。超ハイリスクな方針。ドアあるから大丈夫じゃん。ドア、ドア意味ないよ、今。あ、チェストあった、チェストあった、チェストあった。あった？あったけど、ちょっと、一瞬ちょっと、吸わせて、オッケー。トラップチェストは大丈夫。あ、わかる。じゃあ、見ようぜ、見ようぜ。おー、見よう、見ようぜ。おいおい。まーい。俺が。あ、やっちゃった。もう大丈夫か。いきます。せーの。せーの。え？開かない。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 開いた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 。あ、これが。これ誰してんの？これ今誰してんの？これ今。誰が見た方がいい？わかんない。みんな撮ってる。時計もさ、あ、時計もらえるか。とりあえず見てみ、見ていいよ俺。それで紙もあるし。紙も欲しいね。あ、すげえ、宝の地図だ。時計？宝の地図いるか。まあ一応っとやばい、まあ、一応っとすげえナッパ戦みたいみんな見てほらこれ宝の地図だよみんなこれ見えねえ見えないけど見えた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 宝の地図って何をマーキングしてるの宝をマーキングしてるえ見たいいやー夜になってる本当だ楽しいぞ野戦するか、ね、ドラウンド来た違うねなんで来たもう動けないじゃん俺ここからトライデント狩りしようぜ。そう、トライデント狩りしね。あー、トラウンド狩りトライデント狩りルミア戦。トライデントって呼ぶのかも。ルミア戦で今回は。トラウンドいる大体ゾンビが入らなきゃダメでしょ。まずなんかね、遺跡。ゾンビを引き付けないと。海底遺跡の金に結構生まれたらしいんだよ。海底遺跡これいや、これではない。いるかいるかなんているか。ね、ゴミ。これも鮭なの？タラじゃないこれ。あ、イルカがタラ食った。はい。おまえ。おんま。おんま。残ってんの？なんで怒るんだ。タラ食いたいじゃん。海を泳ぐとさ、ちっちゃい浮遊物が前から飛んでくるのなんかめっちゃ海ってくれてるもんしょ。すげえ、イルカ、イルカパンもらった。泳ぐの早いし、なんかめっちゃ快適だな。イルカもいるからめっちゃ早い。イルカの声する。めっちゃピピって。海っぽくなったな。死ぬ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 。危ねえ。あ、危ねえ。あ、いた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 。いたわ。意外とやっぱ海なんか安全だね。いた？え。いや、ここにいるよ。いて！子供ドラウンドだ、子供ドラウンド。子供ドラウンド。何も落ちなかった。子供ドラウンド。同じ音流れる。同じことだ、ね。ドラウンドかと思ったら仲間だった。同じことだよ。はい。ドラウンドかと思ったら仲間だった。おい。仲間じゃ。誰が歴史者やねん。言ってる中はめっちゃ安全じゃね。確かに。でもともと安全じゃね。てか、今日ファントもいないね。ああ、確かに。なんか確率なんだよね、確かに。いるときはめっちゃいるんだ。海で来たらだいぶうざいけど。確かに。イルカって何言いますイルカって何か落とすのこの辺のコンプカットイルカ殺す気かもやべえイルカを騙さんしようめっちゃコンプ勝ってるやついるえめっちゃコンプいってるやば汚な汚ねえ汚ねえやばやば汚い汚い全部全部全部イルカ全部やばイルカが全部食ってるイルカがめっちゃ食ってるイルカにコンプ食われるその前に取れめっちゃ食ってるめっちゃ食ってるほんとだイルカにコンプ食われるやばすごい食ってる汚ねコンプ汚染だよこれコンプ汚染って何コンプは汚染さ第3章コンプ汚染第3章コンプ汚染おい
君めっちゃ勝ってる。これ一番下1回クリックするだけで全部。やばい。やばい。さらに汚染する。汚い。これ再生すんの？再生さねこれ。ふみ。ふんじゃん。これやばいね。短期汚い。マジで汚い。これ汚い。汚い。てか水中で見るとなお汚い。それな水中の。いやこれは食料になるんだよ。俺たちは。拾えねえんだよな。拾えねえよこんな。あ中身でも。俺ファンタムの火を分けあげる。あとでスタッフが美味しくいただきました。あとでさ、美味しくいただくちゃんと。美味しくいただきました。さて次回のクラフトなしは？キリアンです。球体っていいですよね。どの角度から見ても同じ形に見える。光がなければ球は円ですよね。ガガーリンもびっくりです。でも僕は球より円盤の方が好きです。皆さんは円盤をどの角度から見たいですか？さて次回は一周なんたら馬、海底にない遺跡、一同絶望するの3本です。それでは次回もまた見てくださいね。じゃんけんぽん。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録と高評価も待ってるよ。さらにツイッターのフォローもよろしく。ツイッターには最新情報が盛りだくさん。メンバーの日常も日々更新中。それではまた次の動画で会いましょう。さようなら。